台風6号について、気象予報士の佐藤さんに解説してもらいます。はい、沖縄本島だったり、奄美には今大雨、暴風、波浪警報などが発表されています。この大荒れの天気が長引く恐れがあります。この後、台風は東寄りにゆっくり進んで、月曜日以降、進路を北寄りに変えて西日本に接近上陸という可能性が高まってきました。 今回の台風変わった動きをしているように感じるんですけれどもこれどうしてなんでしょうかあのポイントが太平洋高気圧になりまして台風を動かす高気圧が今弱いんですね、はい、その影響で動きがゆっくりだったり変則的な動きをしていますこの先太平洋高気圧強まりましてそうなりますと縁を流れる風に乗って西日本直撃という予想で固まってきました、はい、雨の予想を見ていきましょう午後6時から動かします この後、沖縄本島だったり、奄美地方、活発な雨雲がかかり続けて、明日にかけて線状降水帯が発生する恐れもありますし、非常に強い風も予想されています。くれぐれも安全な場所でお過ごしください。そして、西日本もですね、明日、雨が強まります。日中、九州だったり、四国、活発な雨雲がかかり続けて、九州南部でも線状降水帯予測情報が明日を対象に発表されています。 台風が近づく前から大雨だったり高波の影響、注意が必要です。台風の今後について、週間予報でも見ていきましょう。この先、西日本ですね。火曜日から木曜日で特に荒れた天気となってきそうです。警報級の大雨、暴風、高波などが予想されていますので、早めの備えをお願いします。